こちらです。マジで中中中です。ちゃんと言えよ。はい、どうも、水崎の少年ザラです。佐々木です。河野です。山本です。皆さん、お早口言葉ってあるじゃないですか。あなんか壮大な言いだね。まあ、例えば生麦、生米、生卵とかね。あ、すごい、言えてる。え、早くなくない？確かに。例えばね、生麦、生米、生卵とかね。おお、パジマ、青パジマ、黄パジマとかね。おお、普段からね、そういう読みとかもして、滑舌とかも鍛えられてると思うので、はい、まあ、さすがにね、生麦、生米、生卵ぐらいじゃ噛みませんよという感じだと思うんですが、ちょっと今怪しくなかったね。今ちょっと怪しくなかったね。噛みませんよね。噛んでる。噛んでる。噛みません、噛みません、そんなんじゃ、はい、もう MC も何回やってるって思って、大丈夫？つたねえ。普通の早口言葉じゃね、まあそんな噛まないよと、おー、噛んだと思うんですが、まあ、なので、皆さんには1週間かけて絶対に噛むような新しい早口言葉を考えてもらいたいなと思います。絶対に噛む。例えばめちゃめちゃ長い早口言葉とかしちゃうと、うん、まあそれは噛むこともあるよね。ああ、確かに確かに。まあこんぐらいで、まあ噛んだらいいよねみたいな、まあ、ベストなのを自分で見つけて、まあコスパ最強ベストだけね。ああ、いいねいいね。どうやって判定するんですか？はい、これはですね、1週間後、はい、ターゲットを呼びまして、おー、はい、誰かによるじゃん。いいです。その日ちょっとスケジュールが相手一緒に頼もうかなと思って。あらふぅ、ランダムだ。この4人の中で誰が一番いいの作れるのか。4人ですか？うん、3人ですよ。これ良くないパターンですね。いや、鶴崎、伊沢、山本でしょ。おい、なんで、なんか、なんでいるんだよ。あ、今噛みましたね。じゃあやりましょう。よっしゃ、巻き込み成功。このパターンすっかり忘れてた。そう、なんか作るものは本当こうなるな。そうだな。ということで、じゃあ4人で考えていきましょう。しゃい。アイドル。あー、アイドル。自虐の早口言葉が完成してるはずなの。考えてましたよ。僕多分スタンダードにいい感じの。おお、いいですね。スタンダードですよ、割とスタンダード。普通普通。いきましょうか、鶴崎さん。はい、はい、こちらです。魔術中、魔術中、中です。ちゃんと言えよ。魔術中、無術通、手術トゥーです。はい、トゥーなんだ。トゥーなんだ。あ、じゃあ2の読み方を書いてくれたんだ。はい、あ、そうです。発音記号で、はい、魔術がやってる最中に武術の痛みが出てきて、その手術をやった2回目っていうことです。あ、そうやっぱね、結局あの手術中が一番難しいと思うね、僕は。早口言葉 で赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマみたいな、そういう3回繰り返しで、作ろうと思って。でもオーソドックスだからめちゃくちゃ噛むよ、これ。すごいね。これやっぱコスパ追求型。うん、これは相当難しいと思う。相当難しい。続いて、僕のその辺、この辺で言っといていいですか？お願いします。はい、どうぞどうぞ。ちょっとね、ちょっとあれなんで、もう一瞬で、一瞬で読み始めると思ってください。ギミック系。あ、ギミック系。僕の早口言葉はこれです。ドン。人気のない相模の相撲取りがマサチューセッツ州の人気のない人気のない病院の手術室で素振りする素振りをした。よしよしよし、これめっちゃだって。ずるいずるいって。これめっちゃだって。よしよしよし、ずるいって。早口言葉ってそういうのじゃないじゃん。ずるいって。誤読技そのタイプです。読めるでしょってね。読み間違いやすい感じを集めました。素振りする素振りね。そうです、そうです。素振りする一緒なんだ。そうです。これは確かに初見殺しにね、ちょっと特化してやってました。はい、なるほどね。続いて私行きましょうか。はい、どう行きましょう。じゃあ、はい、早口言葉について研究したんですよ。研究をして、まあ、いろんな作品を読んだんですけど、なるほどね。大事なのは、うん、もちろん言いづらいこともそうなんだけど、うん、ポエジーだなと思って、うん、ポエジー。ポエジー。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたんだって。あ、まあまあ、確かにあれは完成度高い。確かにね、わけですよね。完成度高い。隣の客はよく聞く。あ、それは確かに。まあまあ完成度高い。確かに日常で起こった非日常への驚きだったりとか、気持ちの揺らめきを言葉にしてるってのはやっぱ一個大事な要素なんですよ。間違えてハイクローンとか読んだ。ということで、ということで、はい、あの七言絶句風にですね。七言絶句。七言絶句って感じだよあれ。うん、七言絶句風に早口言葉を作りました。28文字。そうですね。まず僕が読みます、ね。あ、読めるんですか？読めるかは知らないですけど。読みましょう。脈々、まく、まきゅう、耳に妙なり。早速、社食、再就職。
急遽空港なんだよそれ。どういうこと？これじゃあ解説しましょうか。まずどういうこと？まあストーリーはある男の物語なわけですね。はあ、あの脈々とですね魔球を投げていたので非常に脈々と魔球をですね投げ続けていたので、まあその評判が良くてですね、はあ、あの早速国会の再就職が決まるわけですね。まあ社職ね、社職ね、はい、家紋といえば社職ね。再就職が決まったので、はい、急遽急行に乗って空港に行ったわけですね。めちゃくちゃその早く早くという気持ちがですね、あの3つ目と4つ目で表されてるわけです。繰り返してるわけですね。もうめっちゃ狂うほど急遽空虚空港に行ったわけですね。空虚空港、空虚空港、空虚空港って何？そういうのがあるんです。あるんですか？あったとします。今日って何？今日って今日急遽空虚空港。これはもう急遽をめっちゃ強調してる。マジ急遽、マジ急遽みたいな、マジ急遽みたいなこと。まあ確かに言いづらくあるね、これね、うん、これはすごいね。これはすごい、いいですね。結構個性豊かですね。そうですね、確かに確かに、うん、ラスト川村さんお願いします。めちゃくちゃいいのができました。あ、めちゃいいのができたね。できたのがこちらです。どうぞ。一七力、七七力、七七力、七七七力。あれ？わかんなくなっちゃった。七七七七力じゃない。七七七七力ね。七力。七七七七力ね。まず、普通読めねえんだよ。漢字が。あれ？七力をご存じない。七力読めちゃったけど。すごい大きい音出るんですよね、七力ってね。うん。バーッつってね。七七力なんでね。音が大きいから。初めてだ。よっぽどもう、よっぽど、うわーって。一回呼んできて、じゃあね。まあ、あ、はいはいはい。そこら辺にいる。うん、あの、そこら辺にいる。全員仕事してるんだよ。読めなければ成功と。よっしゃ、よっしゃ、頼む。なるほど。はい。何ですかこれは。お疲れ様です。なんかこんないいんですか僕だけで。わかりました。はい。ということで、ではまあ早速、はい。1個目の挨拶言葉にチャレンジしていただきましょう。はい。はい、どうも。どうも。こんにちは。です。はい、お願いします。はい。僕の挨拶言葉はこちらです。魔術中、武術中、手術中です。中です。どうぞ。魔術中、武術中、手術中。魔術中、武術中、手術中です。中です。武術中。魔術中、魔術をしている最中に武術の痛みが出たので手術をしました。中です。急に見せないとなんかわかんないでこれなんか。ということで。こうちゃん、失敗！よーし！なんか、腑に落ちない失敗だけど。あと、あんま早くなかった。ちゃんと早く言うね。魔術中、武術中、手術中か。あれ？はい、あれさっき全然あれ？いやいや、違う、慣れた。こうちゃん、早口言葉得意か。やばいやばいやばい。魔術中、武術中、手術中。すごい！すごい、攻略されてる。魔術中、手術中、魔術中、武術中、無理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 何回かやったから早口言葉口になってるから慣れたかもしれない。説明ないです。あの鶴崎さんみたいにね、うん、ちょっとあの、うん、トゥーが分かりづらかったみたいなのないので、うん、どうぞと言ったらすぐこう読み始めていただければ何の問題もなくね読めるはずですので、うん、はい、では行きましょう、うん、それでは僕の早口言葉はこれです。どうぞ。人気のない相模の相撲取りがマサチューセッツ州の人気のない病院の手術室で素振りをする素振りを見せた。負けん。よし、嘘よし、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、普通に読まれた、普通に読まれた、早くはなかったけどね。早くはなかったけど人気のない相模の相撲取りがマサチューセッツ州の人気のない病院の手術室でサブリをする素振りを見せる。あ、やばい、失敗。成功。
俺と宮本さんじゃなくて残りの3人が判定した方がいい。もう一回やってみて。もう一回やるの、はい。人気のない相模の相撲取りがマサチューセッツ州の人気のない病院の手術室で素振りをする素振りを見せた。ああ、出てきた。そういうやつじゃないから成功。まずないから。初見がむずいやつだから。初見まあまあクリアしたし。いやいや、もっとあって。それはだってさ、人気のない、そんなじゃなかった。学食がありすぎるでしょ。やったらそれ増えるよ。こうちゃん意外とすごいよ。こうちゃん、ね、できるのよ。ということで、じゃあ、まあ、こんなこうちゃんが見つめば相当すごい早口言葉だし、こっちがない、僕はいいでしょう。頼んだ。いつも通りでございます。いつも別に早口言葉やってないから、いつも通りとかもないで、僕が一回例として読むので、はい、同じ速さで読んでください。はい、わかりました。読み方とかも一発覚えてね。はい、わかりました。ではお願いします、はい、こちら。脈脈まく魔球耳に妙なり、早速社食再就職、急遽休校空高校、今日急遽休校空校。はい、どうぞ。脈脈まく魔球耳んに妙なり、ありがとう。アウトー、すごいでした。これ無理でしょ。一番早口言葉じゃないところでそこが早口言葉っぽくないから、あれ違う読み方だっけと思って。だからその脈脈まく魔球みたいなのかな。じゃあもう一回いこう。用意スタート。脈脈まく魔球耳に妙なり、早速社食再就職、急遽くっきょだめだろ。おーい、急遽急行空港校。最初のあの今日なんの、急遽めっちゃ強烈。だからそれがやっぱ無理。なんかその日本語として捉えられないんで、そこなんか供給拠は供給拠っていう言葉が俺の頭にないから、供給拠のとこだけその日本語じゃないんだよ。知らない言葉だから、やっぱすっかりと絶対供給拠ってなっちゃう。あ、でもこれ失敗だったな。よっしゃー。いや、で俺がかなり惜しいとこまで行って、ね、俺がミスったのは耳に妙なりのせいだけどね。早口か関係ないけど。頑張れです。はい、はい、シンプルにいいものを作ってきました。いいもの、はい、いけるなって思ったら手を挙げてね。その前にあの日本語の意味とかをちゃんと自分の中に理解してできる状態でできてください。そう、はい、じゃあ一旦見せられても、うん、じゃあはいどうぞ、じゃあ俺がいけますでいいのね、はい、よそしいの今回ね。はい、じゃあ僕の早口言葉こちらです。どうぞ。はい、じゃあこうちゃんの早口言葉3、2、1、どうぞ。一七力、七七力、七七力、七七力、あ、くそ。おー、ちゃんと聞くなさい。あー、七七、七七七七、あ、難しいね。七七七七力か、あー、これ、あ、難しいね。まあ、何七七七力ってあの七七力はまあ、なんかまだ俺の中でその語彙としてまだ納得してるからかもしれない。七七七力あるかなと思って。七七七力これは練習しがいがあるわ。練習すんな。何でもなんだよ。いや、でもめっちゃみんななんかそれぞれの英知を集結した集結か言うなんか分かる、集結か研修か分かんないけど、まあ、こうちゃんに、はい、ベストオブ早口言葉を決めてもらおうかな。何を持ってベストなのと。もう言いづらさだね。はい、言いづらさね。言いづらさ。そうだね。はい。じゃあ発表したいと思います。お願いします。最も言いにくかった早口言葉は伊沢さんです。やったー。今日急遽空調空港に負けた。今日急遽空気結構。これね、やっぱさっきのやりとりの中で、結構ね、5回ぐらい挑戦したんだけどね、一緒もスムーズに言えたんやっぱ。やった、今日急遽空港、あ、どこだめだ。無理無理、それがこう作業の適性が高かったから。そう、作業がめっちゃ上手かった。今日急遽空港だもんね、これむずいね。もう一回だけちょっと、川村さんです。これね、いきますよ。一七力、七七力、七七力、七七七七力。うわぁ、すごいな、すごい。よしよしよし、めっちゃできてんの。どうしたの、強くない。作業超強いね。でも、でも、供給拠だったの。そう、供給拠、これ難しい。供給拠、空拠、空港だけめっちゃむずい。これマジでむずい。これ初見で見てる人、ほんとすごいよ。だってまず、そう、壁が2つも、まず耳に妙なりを、まずそのすぐに。いやいやいや、だっておかしいもん、1個だけ耳に妙なりって。はい、ということでね、はい、今日は
1週間かけて早口言葉を考えてきましたが、はい、なかなかね、いろんな早口言葉のバリエーションができて楽しかった。本当ですね。純粋に早口言葉難しいのを用意したり、うんうん、ない言葉を作ってみたり。今日急遽ね。本当だ。俺が今から急にランチ行くとこの時、今日急遽だったの、うん、今日急遽ランチベート募集中みたいな。ぜひ使ってください、皆さんね。はい、ということで、ぜひね、はい、コメントの方にもぜひ言えたよ、言えなかったよ、今日急遽書いてみてください。ぜひお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。さよなら。通知も今日急遽オンにしてください。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるので、ぜひチェックしてね。それでは、次の動画でお会いしましょう。